兄弟曲がアンサーシャドウっていう、自分の心の闇の中に深く沈んで落ちていくような、自分の闇を影の部分をこう受け止めて、その深く沈んでいく様っていうのを表現してるっていう。アーティストとして生きる上でのなんか心の闇とか葛藤とか、その影になる部分を表現した作品になるんですけど、なんか結局よくあるあるだけど、光が当たるからこそ影ができるじゃないですか。で、当たる光が強ければ強いほど影も色濃くなるっていう通りに、やっぱりこうファンの人に愛してもらえればもらえるほど、歓声を浴びれば浴びるほど、自分の心の中その満たされない影の部分がどんどん色濃くなるっていうのが影の部分とか、要はそういうことで、なんかシンプルにアンサーシャドウの歌詞の中でも書いてあったけど、その要は愛してるのは誰、俺のこの影のことっていう、その要はファンの人はどっちを見てるの、その光を当たってる俺のことをみんなが好きなの、でもその当たった分大きくなる影のことも知ってんのかなとか、いただきまーす。本番待ちなさい。また音を出します。今のカットにて、ダンス、今カット OK です。で、ダンサーさんは今カットにて以上になります。ありがとうございました。